さあまずはスペーシビック UR 情報からどうぞ。まずはこの方の登場です。はい、 FN2 の、スポーツ走行したりした時にネックになる部分はここでございます。下回りを見てみると前後のサブフレームが連結されていないことが判明。そこで、私たちは黒森鋼で、前後のそのサブフレームをつないでトラス状に、剛性を上げるために、こういうバーを。ヨーロッパで人気を博したシビックタイプ R ユーロがついに日本デビュー。だが市場氏によるとチューニングベースとしては FD2 タイプ R には劣るという。そこでスプーンの立てた目標はユーロ R をチューニングした状態でノーマルの FD2 に勝つことってわけで、ノーマル FD2 とタイマンバトルで対決。さあシビックタイプ R 対決、ヨーロッパ対日本。まあ前回はね、これが日本に来た時はね、日本のシビックタイプ R の2秒落ちだったんですけれども、今日はやっつけてやります。まあでもね、なんか卵みたいな車にはこのタイプ R は負けないですよね。ただね、個人的に言うとあの車かっこいいね、すごいかっこいいと思う。まあ勝負がいかにか、あとはチューニング内容がいかに、どのぐらい差があるのか試してみたいと思います。勝ちます。栃木研究所の作ったタイプ R と勝負してみる、どうなのか。両者横並びでスタンディングスタート。馬力ではチューニングエンジンのユーロ R、 車重は FD2 が70キロ軽い。ユーロ R がわずかにリードして1コーナーへ進入。ああ危ない。リプレイは土屋ユーロ R から。よし、1個ちょっと出たぞ。危ねえ、こいつやろう。この車速くねえか、なんかなんだか速いぞ。両者スタートからずっとサイドバイサイド。よしよしよし、ここは一旦オリラーが引く。ユーロ R はすんごい四輪ドリフト。おお。ビビってやがる。複合でオリダーが X 攻撃。危なかった。これは失敗。抜けそうで抜けないのが袖ヶ浦の複合セクション。オリダーに秘策はあるのか。加速では馬力に勝るスプーンユーロ R が有利。前走っちゃった。栃木研究所さん、すいません。セミスルに勝っちゃうぞ。 S タイヤに近い構造の純正ポテンザを履く FD2 に対し、スプーンは RE11 を装着。ホンダレーシング直系タイプ R の名において負けられないオリダーも必死に食らいつく。だがジャジャ馬のコツを掴んできたドリドリはインに飛び込むチャンスを与えない。これは勝てるぞ。バトルはファイナルラップ。すごいオーバーステアだもんね。結局その差は縮まらず。バトルはスプーンユーロ R が狙い通りタイプ R に勝利。よしよ
しよしよしよし、一言言わせていいんだ。栃木研究所で作ったワークスマイフズユーツオリンピック、こんな気持ちいいことはない。これでも早いよ、マジで早い。あの本当に気持ちよさそうな速さですね。ただこれからね、足もっとね、あの世界の土屋圭一に認められるようないい足にして、もう打倒 GTR ぐらいのつもりで。いいねいいねいいね、全然タイムが違うけど、まあ楽しさの質、うん、それから車を操る、これはやっぱり僕の永遠のテーマなんでね。まあだけどね、スプーンのすごいところは、栃木研究所が作り上げた世界のタイプ R をね、ユーロ R、輸入してからこれだけの、まあ、速さに仕上げた、この辺が偉いですね。ただ僕的にはもうすごい楽しい SS、危険な遊びをしたい人、